ユータ。あー、あいつだわ。小さな村の住宅地にクマが現れた。村が頼ったのは地元の猟友会だった。あなた様は後の滝あなただ。おい、いたいた。もうちょっと寝てられない。ちょっとした物音にも目覚めるしね。うん。住民を守るため村は予算をかけてハンターの育成に力を入れてきた。しかし相次ぐクマの出没に議会は真逆の対応を取った。詳しい理由も明かさず。お疲れ様です。おいどお前ら何やってんだこの。住民の命に関わる問題が密室で決められていく。あのこういうことになってるなんて8割は知らないよ。説明責任を果たさない村と議会。見えない政治は住民たちにとって当たり前になっていた。熊騒動に揺れた村の1年半を通して地方の民主主義の現実を見つめた。民主主義じゃないんじゃないって思いますよね。北海道島牧村。日本海に面した人口およそ1400人の過疎の村だ。およそ3割が漁業に関わっている。人口減少が進み山と住宅地の間にあった畑も減った。曖昧になった人間との境界線をヒグマが越えてきた。うわ、会えるね。これ、これって方だよ。これ、これ、これ入る、家さ入る。笑ってないね、うん、びっくり。どこでね、これからどうしようと思ってるのさ。いる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 、ほら動いてる動いてる、ほらほら、はいはい、ほらほらほら、近い。家の裏にヒグマがいた。顔の周りが白い。あ、今クマこっち向きました。住宅からほぼあと2メートルぐらいの距離でします。わかりました、わかりました。左側行ったよ。ヤンさんも危ないって。左側行ったよ。そっち行ってる、そっち。最前線にいたのはハンター。高島光則さんは地元の猟友会の副会長だ。いるの。全然気にしてないね。人をですか。うん、人も何でも。あ、いた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 。またクマが現れました。住宅の敷地の中をクマが歩いています。やばいやばい、クマクマ、こっちを向いて。おい、村からの要請で続々とハンターが集まるが、誰も銃を手にしていない。夜はやっぱり撃てないんですよ。で警察にも確認しましたけど、やっぱり撃っちゃダメだということで。夜間や住宅地での発砲は法律で禁じられている。緊急時警察の命令があれば発砲できるが、簡単には許可されない。クマが家に近づかないよう山へ追い払う。午前0時半過ぎです。またクマが現れました。あ、今クマが柵を登りました。出没してから6時間が経った。
クマが藪の中へ姿を消したのは午前1時過ぎ。これで一応解散します。明日行こうって。明日はまた通常通り5時ぐらいから見回りします。夕方の朝の、あ、朝の5時ぐらいから。いや、私たちが撮ってます。いた。夜が明けると罠を確認して回る。その餌食べた後とか。いや、全くないですね。なかなかもともと入らないからね。タイミング良くないと。ハンターの多くは日中はそれぞれの本業がある。この眠ってんのに、まあ、今朝も鳴ってたじゃん。べっちりよ。高島さんは朝から自動車工場で働いている。合間を縫って米農家としての作業も。仕事が終わるとまたすぐにパトロールだ。あいつだわ。顔の周りが白いクマはいつも夜に現れる。眠れない日々が2ヶ月間続いた。クマが顔を出していたすぐ手前にはコンポストが置いてあったとみられ、周辺には生ゴミの匂いが立ち込めています。コンポストはひっくり返されて、そこのゴミに足跡もついてるし、だからまだここに来る、来たがってる。クマが執着したのは生ゴミから堆肥を作るコンポストだった。コンポスターを使用しない、撤去するなどの対策をお願いいたします。ウニの殻を庭に捨てたり、漁に使う餌を片付けなかったりする住民もいて、クマを引き寄せる状況が続いた。クマクマ、いや、おっかないね。ちょっと一回覚えたら、いやー、来た、どうしよう。こんな感じでさ、歩いてよ、もうバクバクして、もうみんな2階で避難して寝てる。こんなような時だわ、本当に怖い。毎日どうもお疲れ様です。あ、撃てたよ。表情には日に日に疲れがにじんでいったが、村からのパトロールの要請に応じ続けた。普通の住民の人はやっぱり怖がってるでないかなと思って、一応銃を持って携わってる関係上これやらないとないのかなという気がするけどね。猟友会は警察に対し、夜間の住宅地での発砲を認めるよう訴えたが、許可は下りなかった。それでも村は丸腰の猟友会に出動を求めた。続けてもらう予定です。住民もまた猟友会の皆さんが出てくださっていることによって大きな安心感を得られている。クマいました、あっち走っていきました。いたクマが柵のところを走っています。一時の目
お盆を迎えても村から緊張感は消えなかった。持って帰るよ。また来年。ハンターはお盆休みも返上して墓地で警戒した。毎年家族連れや観光客でにぎわっていた海岸ではキャンプが禁止された。例年外で開かれていた祭りも屋内に場所を移した。会場の外ではハンターが見守る。ここに熊いてる。逃げる。愉快な逃げ。ごめんなさい。山あいの田んぼや畑では別のクマも出没した。昼間に現れた2頭はすぐに駆除されたが、顔の周りが白いクマはいつも夜に現れた。9月29日未明、顔の周りが白いクマが罠にかかった。冬ごもりに備えるためか体重は100キロを超えていた。最初の被害からちょうど2ヶ月、怪我人は出ずに済んだ。予約空いてねえの？枕高くし住民も寝れんじゃないですか。いや、安心して。住宅地では発砲できないため山へ運ぶ。できれば駆除はしたくないですけど、結果的にああいうふうな今回のような構えになっちゃうと、人間を襲う可能性って確実に高いので。騒動は終わったかに見えた。しかし、熊が罠に入る半月ほど前、新たな問題が持ち上がっていた。村の要項ではハンターに出動を頼むと1回2万円、緊急出動の場合5割増しの3万円を支払うとしていた。熊の出没が長期化したことで報奨金の総額は1000万円を超えたのだ。すると9月、議会は支払いを否決した。8人いる議員のうち5人が反対したという。今回だけこう特別に高くしたとか何かしたとかっていうんだろう、分かるんですけど、今までこの5年間同じような内容でただ
出してるだけで、それがダメだって言われても何がダメなのかね。なぜ支払いを否決したのか、議員に理由を聞くが、議員の方直接の言葉をいただきます。どういう点に反対されてるんですか？それは村長に聞いた方が。村長は予算よりも命が優先されるとして、報奨金は要項通り支払うべきだと主張した。やはりしっかりと支援対策を取ってあげないと、なかなかこういう熊の出没等が相次ぐ場所でですね、頼りとする猟友会が育っていかないのではないかなという思いがあってやってきましたけど、少しそれは村長やりすぎだったんじゃないかという厳しい指摘を受けてますので。ここ30年で全道の猟友会員はおよそ半分に減った。平均年齢は 57.6 歳で、高齢化も課題となっている。一方、島牧村は報奨金をはじめ、狩猟免許の取得費や猟銃の購入費の補助など、ハンターの育成に力を入れてきた。その結果、村には14人のハンターがいて、平均年齢は全道より7歳ほど若い。いい体制じゃないかなと思ってますけどね、まあそうでなかったら全部個人負担だし。村長は議会の説得を試みたが、同意は得られなかった。村長は要項を守るのが大原則として、専決処分で報奨金を支払った。しかし議員の過半数がこれに反発。村の要項を廃止して、議員立法で新しい条例を作ると言い出した。協議会はすべて非公開で、議論は密室で行われた。漁業協同組合の副組合長でもある佐藤誠二議員、緊急出動として3万円を支払うのは高いと主張する。緊急出動といったって、やはり場合によったらそれに全然該当しない案件もあるわけですよ。重労働だったら毎晩続きませんよ、人間の体ね。ということはほどほどのね、体力的に我々漁師からしたら大した労働的には大変な作業でもなかったんじゃないかなと思うよ。冬の間も熊の出没が相次いでいた。だが新しい報奨金の額が決まっていないため、村は猟友会に出動を要請できなかった。猟友会も要請なく出動すれば、正当な理由なく猟銃を所持したとして処罰される恐れがある。年が明けた1月末、議会が条例案を出した。報奨金に年240万円という上限を設けた。去年の実績の4分の1にも満たない額だ。おはようございます。おはようございます。なぜ上限を設けたのか聞こうとしたが、何話し合われる、何を。今日議会でいらっしゃったんです。そう、この日の協議会も非公開で、議員は取材にも応じなかった。報奨金を専決処分で支払った村長。しかし夏が近づくにつれ、議会を説得する姿勢は弱まっていった。寝る間も惜しんでやってたんだ。で、
いうあのことも十分分かります。でも違う見方すれば、いや銃も撃てないでただ夜中ワイワイ騒いで追い払いしてるだけで、なんでそれが猟友会がそんなに一日に何万ももらってやんなきゃならないんだいう見方も出てくる。6月、島牧村は議会が定めた条例について猟友会への説明会を開いた。で、この議員提案の条例につきましては報奨金に年240万円という上限が設けられていた。これ上限額定めてるけど、時と場合によってはもう上限額を超えてしまうということも起こり得るかもしれない。そういう時はその年に限ってでも条例をその年だけもうちょっと高い金額に上げるとか、そういうことも議会に対してはそういう考え方でいますということは答えています。でこの240万を出してきたのは議会側ですよね。どう考えても村長がオーバーしてなったから出したってなったら、どう考えても秘訣が目に見える。問題はさらにあった。狩猟免許取得費の補助などハンターを育成するための制度も大幅に削減されたのだ。どうしてこの新人の育成だとかさ、これから育てるようなものに関してまでハンターが一人一番に熊取れるのって何年かかると。人材育成でやったらいろんなことを教えながらやって、やっと10年経ってもまともでないんだよ。保険金額までもが変わった。これまでは出動時に死亡した場合に備え障害保険で2億円をかけていた。しかしこれからは公務災害の扱いとなり、300万円から500万円の保証になる。死亡で、はい、それでやってくれっていうことですか。うん、一時金で欲しいという形になるとそういう金額になると。まあ我々もそうですね。どんなことも大丈夫だったね。危険な障害じゃないとは思うけど、我々はあえて危険なとこに行くんだよね。で仮にそういうことがあって300万か500万で残った家族暮らせるかな。条例がもう議決されちゃってるわけだから、施行されちゃったわけだから、これまでハンターの育成に力を入れてきた村の姿勢をなぜ変えたのか、条例を作った目的は何なのか、村長は議会が決めたことと繰り返すだけだった。これに関しては到底受けられないね。村と議会への不信感が高まっていった。本当に熊の毛？本当に熊の毛？買ってごらん。他の動物で。報奨金問題をきっかけに猟友会任せの現状を変えようと動き出した住民がいる。吉澤麻也さん。熊が出てから猟友会に頼るのではなく、熊が出る前に住民ができることを伝え始めた。引き寄せるものを家の周りの熊があそこの家に行ったら食べるものがあるぞって思っちゃうのが一番危険だから。ありがとう、すごい勉強になった。今の状態は熊対策全てをガンって猟友会よろしくみたいな状態だから、それはやっぱり大変だと思うし、もうちょっと役場がこうちゃんとこう主体を持ってやっていくところっていうか、やっぱここは市町村の腹のくくりどころだと思うんですよね。吉澤さんはアラスカや長野県軽井沢で
熊の対策や生態調査をした経験を持つ。島牧村には結婚を機に5年ほど前に移り住んだ。熊が住むほどの豊かな自然は村の魅力だと考えている。熊が自由にこう普通に子育てして、普通に山の中歩いて冬眠してっていう環境があるっていうことですよね。だからそれがあるっていうことは誇れることっていうか、すごく素晴らしいことだと思うし。世界遺産知床、多くの野生動物が暮らしていて、熊対策の先進地として知られる。吉澤さんが住民たちと共に知床を訪ねた。村にも声をかけると職員と副村長が加わった。では気をつけて。副村長社長だった。そう、社長は副村長。こういうの道の駅でやったら絶対いいと思うんですよね。これ日刊ヒグマ情報、ヒグマ情報に限らず観光情報で、視察を受け入れたのは知床財団。自治体や住民と協力して熊が出る前の対策に取り組んでいる。雪が1メートル積もって 1.5 メートルになると、まあ、場合によってこうやって金網の柵であっても電気柵1本通すと、まあ、感電して学習すれば、まあ、なかなか近づかなくなりますので。電気柵は熊を住宅地に入らせないために有効な手段だ。財団の呼びかけに協力する住民もいる。例えば魚を干すときは鯉のぼりのポールなどを使って熊の手が届かない高さに干している。で、今までは一番安上がりに猟友会電話してやっとってやっていうので終わってた。でもそれでは皆さん猟友会の方は他に仕事を持っておられて片手間でしかできませんから、確認あって総合的に進めていく人が誰か必要だと思うんですね。専門対策員に求められる専門性とかその技術とか、専門的な知識とか技術あるだけでダメだと思うんですよね、うん、やっぱり地域の農家のおじさんとか漁師のおじさんとかと、まあまあそう、まあ、言わずに、まあ、一緒に何かやりましょうやっていうような感じで一緒に話しながらやっていきましょうねとダメですよね。熊対策では自治体や住民全員で協力することが大切だ。そのことに気づいた島牧村に期待を寄せた。全国でもトップランナーに島牧村がこれをこう機会に逆転でできるかもしれませんけれども。吉澤さんたちは島牧村に戻って報告会を開いた。今回島牧村では夜間連日猟友会に銃も撃てない中、丸腰のような状態で、連日対応していただいてたのが現状なんですが、知床財団で今回保証してくださった方に、私なら夜間でその丸腰のような状態では出たくない、出ないよっていうお話もあり、最終的には、熊を駆除するときに、手を煩わせなければならない猟友会、まあ、少なくとも減らす努力はしてはいけないなと、現状維持以上の対策を講じていなければ最終的に困るのは住民ではないかなということを痛感してまいりました。こういう一回人間の食べ物を食べてしまったから、それがもうファーストステップってことでしょ、うんうん、住民は家庭でできる熊対策を伝えるパンフレットを作った。熊を誘引したものってコンポストとか水産技術とか、書き方はどういう感じするのかな、ただ事実を書くのかそれとも
もうやめましょうとまでは言わないでしょ。そこは確認した方がいいよね。うん。千葉巻ヒグマップ、熊が出た場所とその原因となったものを地図にまとめた。イラストを使って優しく呼びかける内容にした。村のすべての家庭に配布している。次第に周りの住民の意識も変わり始めた。去年こちらの住宅では庭に置いていたコンポストが熊に荒らされました。その反省を生かして今年はすべて片付けたということです。村は山と住宅地の間に電気柵を設置した。すると被害は激減した。住宅地まで降りてきた熊が電気柵の外側で立ち止まる姿も目撃された。しかし、お、熊ですね。お、熊だ熊だ熊だ、立ってる立ってる立ってる。おー、夏までに熊の出没は前の年の倍以上のペースで増えていた。しかし村は猟友会に出動を要請できない状態が続いた。おかにしいな、まあ、あれかにだ、もしてくれるわ。猟友会が出れない状態なんですって。そうですね、そのことはわからんね。ちょっと片方は高い、片方は安くしろ、そんな感じでしょ。ただ聞いてるだけではさ。なんかその条例どうして変えたとか、なんかこういう条例になったとかの説明って村からありましたか？いや、だから、いや、あるっていうわけじゃないけど大変だよ、本当にね。一千何百万もかかったんだからね。住民の間では猟友会への報奨金が1000万円を超えたという話だけが広がっていた。しかし実際は特別交付税で8割バック来ますんでね、まあ、まあ2割ぐらいの負担で済んでるというのは事実です。数人のハンターには匿名で手紙が届いていた。あなたは最初から給料と出動報奨費の二重取りを目論んでいたことですよね。島巻猟友会は長年にわたり村民の血税を食い物にしてきた悪徳非道な組織であることをあなた方は認識していただきたいと願います。何をもってこの猟友会は村に対し住民の誤解を解くよう求めていた。するかどうかそれもやってみないとわからない話なんで、想定論だけで言ってもらいたい。村民だから、村民は内容を何も知らないんだから。私は少なくとも私の立場で議決された条例に対してね、それを批判してね、村民に知らしめるっていう行為は、それはやっぱりできる行為ではない。なんで批判でないし、見る人の考えであって村としてはただ知らせるだけでいいんじゃないの。それはそこまでは村がこのことに関してだけは特別に行いますとなんとかっていうのはならない。それをやらないと誰も納得しないんだろ、村民も。村側がそれをとやかく言うことはできないわけだから。猟友会の悪者になってるんだ、村民サイドから見たら。そういうのはどうなんですか。だからお知らせするって言ってる。猟友会の悪者になっているっていうのは、住民の中にはこの騒ぎに乗じて猟友会が金釣り上げだって思ってる人もいるわけですか。俺すげえ腹立ったからねって言われるから。しかし2ヶ月が経っても役場の前の掲示板には条例の改正を知らせる紙が貼ってありますが、見えるのは表紙だけで中身は読めなくなっています。猟友会はどうしたのっていうのは村民の思いだと思うの。
でもそのだからそこと村とこういうことになってるなんて8割は知らないよ。よろしくよろしくお願いいたします。じゃあ頑張って。夏、任期満了に伴い村長選挙が行われた。藤沢勝村長は4期目の当選を目指した。昔からの生業としてきた漁業であり農業であり、そしてこの豊かな山々の森林を活用していく。対するは目時要さん、猟友会の一員でもある。サビリティク島牧村、これを自分は目の当たりにして生きていくっていうのは耐え難い。支援変わりますよ。しかし、どちらの候補者も熊対策には一言も触れなかった。今回選挙戦では熊のことを問題にしないっていうのはどうしてですか？はい、争点にならない。それは周りから見るとそういうふうに思うだけで、俺らの中では、それはもう全く議会と村だし、猟友会と村だし、それだけのことなんで。猟友会はどう見ているのか。村長選で熊を想定にして、ね、村長を選ぶっていう問題でもないと思うんだ。まあ、命に関わるんですね。まあ、それはそれでいいんだけども、まだ他のものもいろいろあるし。住民たちは疑問に思わないのだろうか。熊対策ね、まあその点僕なんかやってるけどもこれはやっぱり猟友会のね、村とまた村民のねあれで話さしてやってもらえば一番いいと思うんだけどね、そこは触れたくないからやっぱり。そこは触れるとね、逆にお互い反発食らうだろうか。そこは村長選の選挙には一切タッチしたくないのね。まああとは今後どういうふうになるかはね、また村長さんが決まってから新しいなんか策でも考えるか、うまく考えてくれればいいと思うんだけどね。選挙は村の熊対策を議論する絶好の機会だった。しかし候補者は争点にせず、猟友会も住民もそれを違和感なく受け入れた。見えない政治に慣れてしまったのだろうか。5年ほど前に移り住んだ吉澤さん、この村では住民と政治が遠いと実感した経験があった。議会の傍聴に行ったんですよね。公開のもんなんだと思って行ったら結構ざわついて、後で帰ってきた時に私じゃなくてお父さんがなんか大人数で議会を冷やかしに行ったようなことを聞いたけどみたいな感じで言われて、えってなったんですよ。あ、ここはそういうもんなんだみたいな、こう自分たちのその議会の活動に興味を持って来てくれてる人がいるっていうふうには受け取らないんだっていうことが、それは議会としては多分とても悲しいことだと思うんですけど、そうなんだっていう。投開票日、投票率は8割を超えた。選挙管理委員会から島町村長選挙の開票結果をお知らせいたします。開票率 100%、 届け出順に藤沢勝631票、目時要418票。村長の後ろに立つのは報奨金問題で対立していた浜野克夫議員、漁業協同組合の組合長だ。村長自らまあ、この水産予算あるいはこの農業予算には非常に大きな支援をいただいているというようなことで、私たちもですね非常に
まあ、組合経営そのものも支援をいただいているという中での、まあ、昨今でございます。富士山をですね、今一度可愛がってより一層大きなですね、まあ、首長としての、まあ、一生育てていただければ幸いだなというふうに思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。その命に関わる問題で住民にとっても大きな問題だと思うんですが、そこをあの選挙戦の中で争点にしなかったっていうのはどういうお考えからだったんですか。ちょっと意味がよく理解できない部分はあるんですけども、いや、熊の問題を争点にしなければならない理由っていうのは、それはもうずっとやってきてることですし、議会領有会、まあ、村っていう関係の中でその保証士等の問題が去年の状況とあの違う下がったっていう、それを戻してくれっていう、そういうような部分の話であって、でそれがあの行政上のね、あの課題問題として選挙戦でやらなければならない問題なのかというふうに私はちょっと違うんじゃないのかな。選挙後も村や議会は猟友会や住民と今後の熊対策を一緒に考える機会を作っていない。住民に説明する意思はないのか。報奨金の支払いに反対した議員を尋ねた。え？あのお話を伺いたくて参ったんですけれども、まあ猟友会との条例の関係ない関係ない。とか議員さんとしてコメントをいただければと思います。猟友会の方から取材にたくさん答えてくれてるんですけれども、議員さんの話も聞いた上で報道したけど。いやあたかだな、あたかの報道なんてな、不公平にダメだって。あ、そうなんですか。普通のかもすことばかりでダメだから。なので議員さん側の話も浜野さん自分に説明する機会を取り出すんですけれども、コメントされてないでしょうか。民主主義じゃないんじゃないって思いますよね。この村で子育てしたいってやっぱり思えなくなってしまうと思うんですよね。で、そこがやっぱり自分の言ってることが村政に反映されるかどうかっていうことにすごくこうやる気っていうのが左右される。多分特にこういう小さいところは、まあいいか、子供高校生になったら出ていくしって終わるのか、本当にここ好きだから戻っていきたいんだけどっていう子供たちに育てていくのかっていう、まあ、でも諦めずにやっぱり声を上げていかないと。島牧村は熊対策の先進地になっていてもおかしくなかった。住民の命を守ろうと体を張り知恵を絞る人たちがいるからだ。しかし村や議会、そして多くの住民がこの村に詰まっている可能性から目を背けた。熊騒動から1年半、対策には少しずつほころびが出てきた。電気柵のすぐ手前には貝殻など食べ物のゴミが捨てられています。ここも電気棚やってるけどね、あこだらしょっちゅうだ。前はハンターさあれなんだよ、夜出て2万だか3万払ってるって話だ。今どうなってるんだかわかんないけど。今どうなったかの説明は村から聞いてないですか。うん、今ハンターは出てねえようだな、なんか電気だなやってからなんか、うん、俺散歩してるから、そこからお前見たらこの電気柵が倒れてるから役場に通報して、その時ここに熊が いたのよ。ここ
熊が電気柵を越える日をこのまま黙って受け入れるのか。村の民主主義が試されている。島牧村では冬までに熊の出没件数が例年の3倍を超えた。